はい、あっくんこけチャンネルです、今日は2月のね連休3連休の中日ということでね、今日はですね神社でですねまたは公園で、テラリウムに適した苔がねどのぐらい見つかるかちょっとね探してみたいと思います。はい、早速ありましたね。荒葉白髪苔ですね、杉の木の根元はねこの荒葉さんのね、住処としてはねとってもメジャーなところですよね。はい、荒柱が OK です。はい、狛犬さんですよね。狛犬さんの足元に、ちょっと縮くんでますがねこれは、柵も出てますね。これは砂桶の一種かな、ちょっとね乾燥気味でね歯がね閉じていて分かりづらいですかね。はい、狛犬さんの足元でした。はい、石垣の方にね来てみましたが、ここにねありますね、ここがね、あらら、うちわゴケです。いや、うちわゴケがこんなところに出会えるなんて、うおー、感動しています。今、はい、うちわゴケ今ね遠くから見たらね、何かシダの一種かなと思ったんですけどね、近寄ってみたらね見事なうちわゴケでした。これはなかなかねラッキーですね。はい、見てください、これはシノブゴケの一種ですね。これ富山シノブゴケにも似てるような気がしますが、はい、ちょっと毛足の長いねシノブゴケを見つけました。まあ、下にもありますね。はい、ここら辺にもね石垣に、ありますね。はい、これは、はい、何でしょうかね。あー、細かい毛足のねなんか犬の毛みたいなね。はい、これもちょっとね今判別が難しいですね。はい、また見つけましたが、これは犬毛ゴケかな。そうですね、犬毛ゴケにしてはちょっとね毛足が短いような気がしますがね。はい、石垣結構ねたくさんの苔ありましたね。はい、別の石垣来てみましたが、はい、ゴケさん見つけました。はい、ゴケさんですね。なかなかねグリーンが鮮やかですね。はい、はい、ゴケです。はい、足元にもありましたね。はい、ハイゴケはねハウからハイゴケというそうですけどね、まあ大体のコケはねハイますけどね。はい、杉の根元はお決まりのアラハさんですね。アラハ白髪ゴケ、はい、この辺ね結構びっしり生えてますね。はい、この辺も見事にねびっしりと、ここのねアラハさんはちょっと色がねグリーンですよね、あのパステル調っぽいね、ちょっと白っぽいグリーンっていうかね、なかなかいい色しますね。はい、見てください、これはいいですね。アラハさんとおそばさんが仲良くね共生してますね。の白い方がね、アラハ白髪ゴケ、そしてこちらのね、グリーンの方がね、細葉浮き名ゴケですね。細葉さんはね、やっぱりね、細葉っていうぐらいね、こうね、毛足がね、細かいですよね。そしてアラハさんの方は、毛足がね、ちょっとね、太くて、そして色はね、白髪ということでね、白いですよね。はい、この辺も見事にね、共生してますね。やっぱりね生える環境が同じですからね、ほぼねこうやって共生していることもよく見かけますね。
雪が残ってますね。で、日陰ですからね、神社はどうしてもね。はい、今回は結構ですね、テラリウムにも適した苔がね、神社にもありましたね。アラハさんから細場さん、そしてウチワゴケがありましたね。そして砂ゴケ類ね、そして犬ケゴケに似た苔もありました、結構ね、神社ってね、テラリウムにね適した苔がね、見れる場所ですよね。